6つの楽曲の時作品16は、セルゲイ・ラフマニノフが1896年の10月から12月にかけて作曲したピアノ曲集であり、ラフマニノフのピアノ独奏曲への復帰作にして、ピアノ曲作曲の転換期と位置づけられている。題名は、フランツ・シューベルトの前例を連想させるが、超絶技巧の要求やピアノの処方は、ショパンやリストの影響が見受けられる。 楽曲の時を構成する一つ一つの楽曲は19世紀に特徴的な音楽形式の焼き直しであり、ラフマニノフは作品の肉付けに野草曲、船歌、超絶的練習曲並びに変奏曲といった楽式を用いている。全曲の演奏に30分ほど応用する。それぞれの楽曲は真の演奏会用の作品であり、コンサート用のグランドピアノを使えば、 最も舞台映えすると評されてきた。各曲は組曲を構成しながらも、個別の主題や気分を備えた独立した楽曲として成立している。それぞれの主題は変化に富んでおり、第3曲の厳粛な早々更新曲から第6曲の壮麗な可能に至るまで幅広い。1941年のインタビューでラフマニノフは、私が楽譜を書き終わすときにしようとすることは、 自分が作曲している時に心の内にあるものを単純明快に飾らずに表現することですと述べている。楽曲の時はたとえラフマニノフがお金に困っていた時に作曲されたにしてもそれまでのピアノ曲の作曲の知識を総括する作品になっている。第一曲のアンダンティーノは息の長い内省的な旋律によって 曲集の始まりを告げ、急激なクライマックスへと畳みかける。第2曲、アレグレットは、ラフマニノフの演奏技巧の熟達を告げる。曲集中では、最初の商品である。第3曲、アンダンテ・カンタービレは、前後の曲と、鮮烈な対比をなしていて、早々更新曲とか、アイカと呼ぶにまさしくふさわしい。第4曲の、プレストは、ショパンの、 前奏曲などに着想を得て、濃密な旋律の爆発を総合している。バルカローレ形式の中休みである、第5曲、アダージョ・ソステヌート・ノアと、賛成体の重厚なテクスチュアによる終曲のマエストーゾが曲集を締めくくる。カクテラフマニノフは、6つの楽曲の時において、自分の心の内にあるものを完全に描き出している。本作は、題名からも明らかなように、 シューベルトの同名のピアノ組曲に着想を得ている。家庭向けの商品から構成されたシューベルトの同名作品がラフマニノフの作品の華麗さを書いているという点は注目すべきであろう。また、シューベルトの作品に比べると全般的に単調に傾き、総じて悲壮感を漂わせた壮烈で重厚な表現が際立っている。第2番の華麗で豊かな響きは、 ショパンの練習曲の第5番は野草曲の特徴を受け継いでいる。第2番は初版の他に1940年の改訂版が存在し、現在は通常、改訂版で演奏されることが多い。1890年頃のラフマニノフ1896年の秋までにラフマニノフの経済状況は乗り合わせた列車の中で金をすられたこともあり、切羽詰まっていた。 経済的にも、また、公共局を期待する周囲の要望にも押されて、飛び込みで創作に入った。同年10月7日にラフマニノフは、本作に取り掛からないうちに知り合った、作曲家のアレクサンドル・ビクトロビチザ・ターイエビチにあてて、ある期日までに金が必要なので急いでいます。この個人的な経済状況は、その反面ではなかなかありがたいものでした。 今月20日までに6つのピアノ曲を書き上げなければなりませんと書き送っている。ラフマニノフは全6曲を仕上げるのに10月から12月までかかったが、楽曲の時全曲をザター・イエビチに検定した。慌ただしい環境にもかかわらず、楽曲の時はラフマニノフの初期の超絶技巧を証明しており、その後の作風の変化の兆しも覗かせている。 6つの楽曲の時は洗練された作品であり、以前のピアノ曲に比べると長めで、テクスチャーはより重厚で、超絶技巧の要求もより高度である。スクラービンの記念碑的な練習曲作品8から12にも似て、作品の細部は装飾的というより機能的である。ラフマニノフが自分自身の演奏の特質を作品に封じ込めたのは幻想的商品。 サロン的商品集にもまして本作においてのことであった。第三曲や第五曲には情熱的な叙情性が見られるが、その他の曲はピアニストに超絶技巧や音楽的な感受性を要求する。楽曲の時はラフマニの不中期に作曲されており、前奏曲集作品23や練習曲集音の絵作品33において磨きをかけることとなる。 内政部の基礎を作った。ラフマニノフは自作のピアノ曲を手図から初演するのが常であったが、本作は初演しておらず、差し当たって初演の年代や日時も判明していない。6つの楽曲の時は批評筋に好評だった。公共曲第1番を作曲している最中に、ラフマニノフはピアノ独奏曲から解放され、楽曲の時は成熟した作曲への復帰作と、 認められた。その後の本作の演奏では、ラフマニノフが壮大な旋律のフレーズの下に繊細なリズム感や生命力を隠しており、一筋縄ではいかない音楽家として評判を高めることになった。作曲様式においては斬新で壮大であるが、初期作品の魅力を残しており、ピアニストのエリザベスウルフは、ラフマニノフの初期作品に典型的なことだが、 濃密で豊かな対比法、高度な半音階、通説な民族色、深い情感。言うまでもなく、ピアニストにとっては、非常に魅力的であると述べている。楽曲の時は、絶妙な旋律、驚異的な火星の変化、天井的な短さによって、天才に固有の説明しにくさが確かめられさえすると同時に、対比の感覚と、それぞれの消極を、 互いに他を得て完成するようにしながらも、並び立つものがないようにする組み合わせを維持している。本作の報酬が盗まれた金額を埋め合わせたのか、どうかは不明だが、本作への好意的な評価は、足掛け2年の老作、公共局第1番作品13の初演が1897年に失敗したことにより、見る影もなくなってしまった。ありがとうございます。